嘘ですよね。何を言ってるのよ。私は今実家よ。じゃあなんでご実家から来れないんですか。そう、寝坊したのよ。は、私の実家からだと葬儀場までかなり遠いじゃない。だから朝かなり早く起きないと寝坊状態になって間に合わないのよ。そうですか、わかりました。後悔しても知りませんからね。私の名前はのぞみ、32歳の会社員だ。小さい頃から夢だった職業に就けたことで、私は仕事一筋の人生を歩み、未だ独身だ。仕事は責任も多くて大変だが、やりがいがあってとても充実した日々を送っている。今日は久しぶりにゆっくりできそうなので、実家に帰って母に会いに行った。のぞみ、お帰り、久しぶりね。ただいま。やっぱり実家って落ち着くね。数ヶ月ぶりでも全然自分の家の感覚だよ。よかったわ。ゆっくりしていってちょうだいね。父が数年前に病気で亡くなってから、母は現在実家に一人で住んでいる。私はまだ独身なので一緒に住もうよと言ったのだが、あんたにいい人ができた時に私が邪魔者になっちゃうでしょ、と言って母は同居を断った。それから結構経ったが、未だに私にはいい人はできていない。ねえ、お母さん、最近腰の調子はどう？ああ、まあだましだましやってるって感じかな。病院にも通ってるし、とりあえずは大丈夫よ。でもやっぱり心配だよ。私、仕事が忙しくてなかなかこっちに来れないから、できれば一緒に住むとかしてお母さんのこと見れるようにしたいんだけど。いいのよ、そんなの気にしなくて。ほら、のぞみにいい人ができた時に。いやいや、前にもそんなこと言ってたけどないから。私、本当に男っ気がないの。そんなこと堂々と言われてもお母さん困っちゃうけど。ごめん、でも仕事中心だから結婚とかは何か奇跡が起きないとしないと思う。そっか、まああんたの人生だから別に強制したりはしないわ。それよりも同居の件だけど。その時、家のチャイムが鳴った。宅配便とか。私、出ようか。いや、きっとゆかさんだわ。そう言って立ち上がり玄関に行く母。ゆかさんは兄嫁だ。兄とは4年前に結婚していて、私が最後に会ったのは父の葬儀の時だ。あ、のぞみさん、お久しぶりです。ゆかさん、ご無沙汰してます。元気でしたか。お父さんの葬儀以来ですよね。元気でしたよ。よかった。お仕事忙しそうだから体を壊してないか心配でした。お気遣いありがとうございます。ゆかさんはおしとやかで上品だが、明るくて愛想がいい、とても素敵な女性だ。久しぶりに会った私にもこんな風に優しく話しかけてくれて本当にいい人だと思う。今日は何か用事があったんですか？私がゆかさんにそう聞くと、母が口を開いた。ゆかさんはこうして定期的に私の様子を見に来てくれてるんだよ。え、そうなの？お母さんが腰を悪くしてからというもの、やっぱり心配で。私は専業主婦ですし、少しでも夫の家族の役に立てればなと思って。なんて素晴らしい人なのだろうか。涙が出てきそうだ。ゆかさん、母のためにありがとうございます。私は頭を下げてお礼をした。いえいえ、そんな大げさな。当たり前のことをしているだけですよ。私は兄嫁のことが一気に好きになった。もちろんもともと印象は良かった。でもこうやって自分の旦那の家族のことも大事に思ってくれるというのは、
本当に嬉しいし、さらに印象が良くなる。そうだ、ゆかさんも来てくれたんだし、みんなで美味しいものでも食べに行きましょうよ。母がそのように言ったので、私も兄嫁も賛成し、女三人でお寿司を食べに行った。みんなで美味しくお寿司を食べながら、いろんな話をした。大体は私の仕事のこととか、兄嫁と兄のこととか。兄が普段、家でどんな感じなのかとか詳しく聞いて、私と母はニヤニヤした。それは兄が今まで私たちには見せていなかったような顔だったからだ。いつも長男として責任感にあふれていて、私を引っ張っていってくれるような頼りがいのある兄という印象だったが、夫婦では意外にも甘えん坊なところもあるようだ。きっと私や母にそのことについていじられたら嫌だろうから、そんなことはしないが、私の知らない兄を知ることができてちょっと嬉しかった。でもゆかさんはなんていうか天使のような人だから、兄が甘えてしまうのもうなずける。兄は本当にいいお嫁さんをもらったなと思い、私もあんな旦那さんがいればなぁなんて思ってしまった。だが思ってしまった後で、思考回路が男みたいになっていることにちょっと自分が嫌になった。亭主じゃなくて嫁を欲している感じだ。時代的には旦那の方が家を守るというのも全然ありだが、女性らしい考え方がしなくなってきているのはいかがなものか。そんなことを思いながら家路に着く。それからまたしばらく仕事に没頭していると、兄夫婦が新築の家を建てることになったと母から連絡が。私は休みが取れた時にまた実家に行き、母に詳しく話を聞いた。一軒家を建てるなんて、お兄ちゃんたちすごいね。しかも結構豪華な家なんでしょう。でもゆかさんは専業主婦だし、お兄ちゃんはそれなりに稼ぎはあるけど、豪華な家を建てるのは審査とか難しいと思うんだけど。私は疑問に思ったことを聞いてみた。すると母は驚きの発言をした。実はね、私が少し援助したの。え、そうなの？お父さんの遺産が結構入ったし、ゆかさんにはいつもお世話になってるからね。そっか。それで少しっていくらくらい出したの？2000万くらいだったかしら。え、2000万。私は思わず驚愕の声を上げた。ちょっとそれはいくらなんでも出しすぎじゃない？うん。でもゆかさんはいつも優しくしてくれるし、それにね、マサトたちが同居してくれるって言ってるの。え、そうなの？母は嬉しそうにそのように言っていた。やっぱり一人でこの実家に暮らすのは寂しかったのだろう。そして一人身の私よりも、専業主婦のゆかさんと長男である兄と一緒にいる方がいいかもしれないな。私もその方が安心できる。やっぱり仕事が忙しい時は家に帰る時間が遅くなるし、その間は母は一人になってしまう。もし母に何かあった時に私が仕事で対応できなかったら、一緒に住んでいる意味がない。それに母は兄夫婦との新しい暮らしにワクワクしているようだ。それから数ヶ月後に家が完成。兄夫婦と母は同居を始めた。私も新築祝いを持っていくタイミングで家に上がったが、びっくりするほどいい家だった。最新式のキッチンにお風呂。内装も高そうでとてもおしゃれ。庭も広くて、子供がいたらキャッチボールとかもできそうだ。確かにこれは豪華だなと思った。お兄ちゃん、ゆかさん、新築おめでとう。のぞみ、ありがとう。ありがとう、のぞみさん。お母さんと同居してくれてありがとね。いやいや、感謝するならゆかにしてくれ。俺が仕事でいないときはゆかが母さんのことを見てくれるから。俺とゆかで二人がいればのぞみも安心だろ。気にせず仕事に集中してくれよ。そんな会話を終えた後、
兄夫婦に新築祝いを渡してみんなで外食をしに行った。今度みんなで庭でバーベキューとかしたいな。みんなで食事をしている時に兄が楽しそうにそのように言う。ええ、まだ早いよ。匂いが家に移ってきちゃうじゃない。そうやって笑顔でゆかさんが突っ込む。そっか、まだ我慢だな。なんとも和やかな雰囲気で兄夫婦を見ていると私もなんだか結婚がしたくなる。まあ相手はいないのだが、母もこれから兄夫婦と一緒に同じ屋根の下で暮らせることにワクワクしているようだ。私はほっこりしながら、自分もちょっとずつ婚活を始めようかなと思いながら家に帰った。とてもいい時間を過ごせたな。そして私はまた日常に戻った。それからまた仕事で忙しい日々を過ごし、半年ほどが経った。母とは定期的に連絡を取っているのだが、兄たちと仲良くやっているようだ。私も仕事に集中できていて、また休みが取れたら兄夫婦と母に会いに行こうと思っていた。そんな時だった。時刻は夜7時ごろ。私がまだ残っている仕事をしている時にいきなり兄から電話が。もしもし、どうしたの？私がそう聞いてもすぐに返事が返ってこない。兄はとても動揺していて息遣いが荒かった。今救急車で母さんが倒れてて。それで？私は頭が真っ白になった。慌てて病院に向かうと、母は集中治療室の中にいた。ガラス越しに見える母は一向に目を覚ます気配がない。お母さん、お母さん。私が何度叫んでも母の耳には届かない。兄も涙を流しながら手が震えている。そして母は私たちの願いは届かず、息を引き取った。病院で死因について聞くと、腰が悪いのに無理をしすぎて亡くなったのだろうとのこと。医師は過労だと診断を下した。それが悪化した原因だそうだ。そんな、どうしてお母さんが？すまない。俺がもっと早く家に帰っていれば。私と兄はすっかり冷たくなってしまった母にすがりついて泣いた。あまりに突然すぎる死に私も兄も受け入れられなかった。悲しみに打ちひしがれていたが、私には疑問に思うことがあった。お兄ちゃん、ゆかさんは？それが連絡が取れないんだ。どうして？専業主婦なら家にいるはずなのに。それに過労ってどういうこと？それは俺もよくわからないんだ。母さんが腰が悪いことを受けて、家事はゆかが全部やっていたんだが。兄も相当うろたえている様子だ。とりあえず私たちは兄の家へ。葬儀の手配とかしなければいけないし、母の遺影の写真選びだってしなければいけない。兄が何度電話しても兄嫁にはつながらないので、私と夫は仕方なく二人で葬儀の準備を進めることに。私は母の部屋に入り、遺影に使えそうな写真がないか探した。すると引き出しを開くと、表紙に日付が書かれたノートが何冊かあった。日付を見ると、母が兄夫婦が同居を始めたあたりの日付から始まっていて、亡くなる直前で止まっていた。これは母が書いたものなのか。私はノートの中を開いてみた。そこには母の日記のような文章が書かれていた。私は内容を見て驚いた。母がつけていた日記の内容はにわかには信じがたいものだったからだ。私はすぐに兄を呼んで母の日記を見せた。なんだよこれ。そこには母が兄嫁から毎日のようにいびられて、こき使われて家事をさせられていたという内容が書かれていたのだ。私は怒りでおかしくなりそうだった。母は嘘でこんなことを書くような人ではない。つまりあの優しかった兄嫁はすべて嘘で、本当は母を過労に追い込むほどの性悪女だったのだ。
そして母は他にも驚きの内容を日記に書いていた。それは兄嫁の不倫について。母は日中に兄嫁がよく派手な化粧をして出ていくのを見ていたという。そしてある日、母がいないと思い込んでいた兄嫁は電話で不倫相手と話していたそうだ。その時、兄嫁は兄に手を挙げられたとか、兄が不倫していたという既成事実を作り、兄の遺跡で離婚をし、そして財産分与としてこの家をもらうという計画を立てていることを話していたらしい。母は兄に早く伝えたかったそうだが、兄嫁は自分が家事を母に押し付けていることを兄にばらされないように、兄がいる時は母のことをずっと見張っていたらしく、母は兄と二人きりになることができなかったそうだ。私も兄も兄嫁の真実を知り、怒りでおかしくなりそうだった。今すぐに兄嫁を問い詰めたかったが、だがまずはお通夜や葬儀の段取りをしないといけない。とりあえず兄は LINE で母が亡くなったので、明日のお通夜と明後日の葬儀について知らせて、私たちは準備に取り掛かった。どうにかお通夜が終わり、翌日は葬儀だ。兄嫁は、急に父親が腰を悪くして実家に戻っていたと嘘の返事をしてきていたらしい。だからお通夜にも参加できなかったそうだ。そして明日の葬儀には参加すると返事をしてきたらしい。だが兄が兄嫁の実家に連絡をして、腰は大丈夫ですか？と聞くと、何のことだい？と言われて、兄嫁も帰ってきてはいないことが分かった。これは完全に不倫相手といるということだろう。そして翌日になり、葬儀が始まった。私が朝早く会場に着くと、喪主である兄はすでに着いていた。兄嫁は当然だが来ていない。兄が何度か連絡を入れたが、兄嫁が電話に出る気配はない。そして葬儀が始まる10分前、兄嫁から私のもとに連絡が。もしもし。あ、のぞみさん。よかった、出てくれて。ゆかさん、どうしたんですか？葬儀もう始まっちゃいますけど。ごめん、ちょっと間に合いそうになくて。今日、欠席ってことでいいかな。マサトさんもいるわけだし。兄は母の息子であり、喪主なんだから来るのは当然じゃないですか。そしてあなたは兄の嫁なんですよ。普通ならお通夜だって来てほしかったのに。ごめんなさい。父の腰が急に悪くなっちゃってね。嘘ですよね。え？実家になんて帰ってないんですよね。何を言ってるのよ。私は今、実家よ。まあどうせ後でそんな嘘はバレますけど。じゃあなんでご実家から来れないんですか？そう、寝坊したのよ。は？私の実家からだと葬儀場までかなり遠いじゃない。だから朝かなり早く起きないと寝坊状態になって間に合わないのよ。本当に申し訳ないけど、欠席扱いってことでお願い。そのように言ってくる兄嫁。口調は申し訳なさそうにしているが、実家にいないことは分かっている。つまり全部演技で嘘というわけだ。こうやって私たちをずっと騙してきていたのか。そして裏では母を痛めつけて苦しめていたのだ。そうですか、わかりました。でもそれなりの罰を受ける覚悟はあるんですよね。罰？後悔しても知りませんからね。どういうこと？それじゃあ葬儀が始まるので。そう言って私は電話を切ってやった。母の葬儀が終わり、私と兄は兄の家へ。すると兄嫁はすでに家に帰宅していた。ちょっとのぞみさん、今朝の罰ってどういうこと？母の葬儀について一切触れもせず、自分のことを優先的に聞いてきた兄嫁。
母の死のことは二の次ですか。兄嫁は、あ、と言って慌てて兄に、葬儀に参列できなくてごめんね、と謝った。兄はそれを無視して、遺品整理とかしたら、ちょっとしばらく家を空けるわ、と兄嫁に言った。あまりにも突然に母さんが亡くなったから、ちょっとまだ受け入れられてないんだ。精神が不安定の状態でゆかと一緒にいても迷惑をかけるだろうから、しばらくのぞみの家で寝泊まりしようと思う。兄がそのように言うと、兄嫁は驚きながらもどこか喜んでいた。そっか。夫婦で一緒にいられないのは寂しいけど、でも正人がそうしたいならいいよ。こうして兄はわざとこの家に帰ってこないようにして、兄嫁を罠に誘った。そして一週間後、私と兄は再び兄嫁がいる兄の家へ。あれ?もう大丈夫なの?ああ、もう問題ない。バッチリと証拠が取れたからな。兄は家を開けるときにリビングと寝室に隠しカメラを設置していた。そして兄嫁は兄が帰ってこないのをいいことに、不倫相手を家に招き入れていたのだ。さらには、うざいババアがいなくなって、さらに家が手に入りやすくなった、とか、もうすぐあなたとここに一緒に住めるわ、などと言っていた音声も隠しカメラの映像に入っていた。兄がその映像を兄嫁に見せると兄嫁は顔を青くして絶句していた。違うの。これはその、弟で。お前には妹しかいないだろ。もう言い逃れはできないぞ。お前が母さんのことを散々苦しめてたことも知ってるんだからな。兄は母の日記が書かれたノートを兄嫁の前に置いた。兄嫁はノートを見て顔面蒼白状態。不倫の証拠に、姑いびりの証拠。これだけ証拠があれば、お前が人として最低なクズ野郎だということが証明されるだろう。お前が俺を暴力男とか不倫野郎に仕立て上げようとしても、誰も信じないだろう。俺はお前のことを絶対に許さないからな。不倫による離婚、そして慰謝料を請求してやる。そんな。あと、この家売ったから。そりゃそうだろう。お前が不倫相手を連れ込んだ家に住めるかよ。でも、離婚したら財産分与として私の家になるはずでしょ。何言ってんだ。この家は俺の名義の家だぞ。不倫までしてたお前には財産なんて何にも残んねえよ。分かったらさっさと荷物を持って出て行け。まあ不法侵入で捕まっていいなら別だけどな。兄嫁はショックで膝から崩れ落ちた。こうして兄と兄嫁の離婚は無事に成立。兄は兄嫁と不倫相手に慰謝料を請求し、一括で支払ってもらった。ちなみに兄嫁の慰謝料は兄嫁の両親が肩代わりし、兄嫁はご両親に厳しく監視されながら、毎日フルタイムで働き、ご両親に借金を返済しているそうだ。兄嫁のご両親は兄に何度も謝り、兄嫁がとんでもないことをしたということで、兄嫁の慰謝料とは別に1000万を兄に渡した。母の命はそんな安い値段でつけられるものではないが、一つの誠意として兄は受け取ることに。私も兄も母の死をとても悲しんだし、兄嫁に騙されていたことは本当にショックだったが、少しずつ時間の経過とともに傷が癒えていっている。兄嫁のような人は世の中には意外と多くいると思う。だが私たちは彼女らのような人間に屈することなく、前を向いて誠実に生きながら幸せを手に入れたいと思う。私たちがそうやって生きることを母も父もきっと望んでいるだろうから。